はい、45ページのメロディーでした。いかがでしたでしょうか。溝淵先生が、補聴長でね、補聴長とそれから兵長長の相中にこのメロディーをですね、二重奏で入れてますね。シューマンのメロディー、非常に綺麗な曲ですよね。さすが溝淵先生、これをこんな美しい曲をですね、このカルカシの中に、教則の中に入れてらっしゃるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。で、編曲もおそらく溝淵先生の編曲じゃないかと思いますけど、非常に綺麗な編曲じゃなかったかなと思いますね。今回ちょっとまあ二重奏、また一人二重奏やったんですけれど、新しい発見がありました。実はまあこれは私の手前味噌な話ですけど、今まではですね、まずメロディー、最初にファーストを録音して、それからセカンドを入れてたんですけど、なかなか合わないんですね。なかなか合わない。で、今日は逆をやってみました。まずセカンドを弾いて、それからファーストを入れると、うまくいきましたね。ですからやはり伴奏が先なのかもしれないですね。思わぬ発見でした。メロディーちょっと私と二重奏してみましょう。ですから、最初に私がセカンドを弾いてみましょうか。そして皆さんはファーストを弾いてください。二弦を使ってますね。まあ美しいメロディー、美しい音色を出しましょうということで、あえてこれ二弦からスタートしてますね。ではいきますよ。メロディー、シューマンのメロディーいってみましょう。はい、4つ数えます。1と2と3と4と、どうでしょうかね。うまくいきましたか。次は私がファースト弾きますので、皆さんは伴奏の方に回ってみてください。じゃあいきますね。1と2と3と4と、thank you.
はい、どうでしょうか。うまくいきましたでしょうか。今日は、45ページのシューマンの、ロベルト・シューマンのですね、メロディーでした。はい、終了します。